どうも、おしゃれマッチョ研究所の大地です。今回はいよいよ迫った11月19日、両国国技館で行われるベストボディジャパン日本大会についてお話ししていこうと思います。いつもはこのチャンネルの動画がですね、初めてですよって方にもベストボディジャパンについて簡単に説明させていただいてるんですが、今回は細かい説明は抜きにして、今年の初めから所長のことを応援してくれる研究員の皆様や、また一緒に同じステージで戦ってきた選手たちに向けてこの動画を作ろうと思います。そういう意味では初見の方には難しい動画となっていると思います。ご了承ください。所長は今年4月の京都大会から10月の東日本大会まで全部で11の大会に出場しました。そして9つのグランプリをいただき、9冠という所長が出場する40代のモデルマスターズクラスにおいて史上最多のグランプリとなりました。研究の皆さん、いつも応援本当にありがとうございます。本当、あざっす。ちなみに今年、所長以外に複数のグランプリを獲得している選手が他にもいます。3冠の選手が1名、そして2冠の選手が6名います。そう考えると、所長は今年、地方大会のシーズンは9冠ということで独走させていただいたのですが、そんな僕にとっても日本大会はやはり特別な大会です。ちなみに日本大会のオープニング動画がベスボの公式アカウントで公開されています。選手にとってとてもね、盛り上がるような動画となっております。気になる方はぜひチェックしてみてください。概要欄の方にリンクを貼っておきます。本題に入る前に一つだけ研究員の皆様に説明しておきたいことがあります。それは地方大会と日本大会の違いについてです。日本大会はその名の通り各クラスの日本一の選手を決める大会です。ベストボディジャパンでは男性、女性、そして各部門、各クラスに分かれており、全26クラスあるんですね。つまり26人の日本一の選手が誕生します。所長が出場する男性のモデル部門では年齢別に5クラスに分かれているので5人の日本一の選手が決まります。通常の地方大会ではそれぞれのクラスの中で順位を競うのですが、日本大会ではその先のステージがあるんですね。それは5人の日本一の選手が並ぶ1年に1度しかない特別なステージがあるんです。それが総合グランプリ決定戦です。オーバーオールと呼んだりする人もいます。18歳から20代の日本一の選手、30代の日本一の選手、40代の日本一の選手、50代の日本一の選手、60歳以上の日本一の選手が並びます。そしてその5人の中から1人の選手だけが選ばれ、総合グランプリとして栄誉が与えられます。そして日本一のサッシュとは別にもう一つ特別なサッシュが与えられるんです。それがね、超絶かっこいいんです。ちなみにモデル部門では昨年は20代のクラス、フレッシャーズクラスの選手が総合グランプリを獲得しています。ベストボディジャパンでは3部門あるので男女合わせて6人の総合グランプリが決まるというシーズンの集大成にふさわしい大会、それが日本大会です。現時点では日本大会の出場者リストが公式発表されていません。なのでどれぐらいの選手が出るかわからないですが、僕の予想では 4,50 人の選手が出るんじゃないかなと考えています。各地方大会で3位以上の成績を収めた選手しか出場することができない日本大会は言うまでもなく超ハイレベルです。そんな日本大会は所長にとって3度目の大会となります。2021年はこちらトップ10という成績でした。そして昨年2022年は日本3位という成績をいただきました。所長は当初、今回の動画は全国の中年を盛り上げるべく東京大会前のような動画作りを考えていたのですが、もうそんな必要はないと感じています。全国の熱き中年モデルマスターズの選手たちはもうすでにめちゃくちゃ盛り上がっていて、それぞれが日本大会への思いを胸に日々を過ごしています。今年の初め、僕はこちらの動画で研究の皆さんに目標を掲げました。日本一の中年になって美味しいドーナツを食べると。僕はその目標へ迷うことなく突き進んできたと思います。それは所長を応援してくれた研究員の皆さんが一番分かっていることなんじゃないかなって思っています。ですので今回の動画で皆さんに伝えたいことは、日本大会が終わってからの話、そう、その先のお話です。ありがたいことにシーズンの終わり頃、具体的には9月頃からでしょうか、たくさんの方に来年はどうするんですかって聞いてもらえます。毎回お答えしているのは今年の日本大会の結果次第ですとお伝えしています。所長は今年たくさんの選手と実際にお会いし、実際に言葉を交わしてきました。友達100人計画をしていましたが、今では大いに超えていることでしょう。あまりにも多すぎてちょっとあやふやな選手もいますが、それは本当にごめんなさい。たくさんの方にね、お声掛けいただき本当にありがたいです。嬉しいことに所長の
他者ポーズはクラスを問わず選手の方々がフリーポーズで使ってくれたり、モデルマスターズの選手たちは所長がその場にいなくても晴れの舞台である表彰式で他者ポーズをしてくれたりしました。噂では公式のカメラマンさんが他者ポーズはいいんですかと選手に聞く場面があったりとか、認知してくれていることも耳にしました。他者ポーズは今年のモデルマスターズにとってトレンドにもなりました。これは僕だけで作ったものではありません。みんなで作ったトレンドです。表彰式で一緒に他者ポーズしたかったんですって、そう言ってくれる選手も少なくありません。皆さん本当にありがとうございます。いや、他者です。そんな選手たちの中でも、この日本大会に行きたくても行けない選手もたくさんいます。惜しくも出場権を獲得できなかった選手、仕事の都合で行きたくても行けなくなってしまった選手、体調不良や怪我でコンディションの調整が難しいと判断した選手、ご家族との時間を優先するため、そういう選手もいます。所長はそんな選手たちの分までこの日本大会を盛り上げたい、そしてその先も盛り上げたいと考えています。ここからはもしというお話になってしまうんですが、もう少しだけお付き合いください。昨年団体の創立10周年を迎えたベストボディジャパンは、新たな10年の幕開けでもある今年を新時代としました。所長はこの新時代をチャンスの1年と考え、モデルマスターズの選手として誰よりも早く行動しました。まずは新時代の開幕である京都大会、ゼッケン番号1番をもらうために早々にエントリーし、新時代のモデルマスターズの1人目の選手として開幕のステージに立ち、開幕ののろしを上げるという意味を込めた開幕ポーズで2023年を始めました。ちなみにこの開幕ポーズは全く流行りませんでした。所長の一つの目的は、全26クラスの中で一番注目されるクラスを作りたい。そのためには所長自身が突き抜けるほどの結果と影響力を持たなければならないと考えました。多くの選手や観客として来てくれた研究員と大会を盛り上げて、大きな怪我をすることなく11の大会に出続け、きつい減量期間中でも SNS を通した発信力も衰えないように動き続け、9つのグランプリという最高の評価をいただき、他者ポーズというトレンドのきっかけになりました。他の選手からはこう言われました。所長に感謝しているのは、モデルマスターズというクラスを盛り上げてくれたこと、他のクラスからの注目度を高めてくれたこと、サッシュの価値を上げてくれたこと、今では他のクラスの選手からもモデルマスターズが熱い、面白いって言われることがあるよって、そう言ってくれました。とても嬉しい言葉です。勘違いしないでいただきたいのは、所長は決して偉そうに言ってるつもりはありません。もし僕が高慢になっている選手なら、ここまでの評価をいただけなかったと断言できます。華やかなステージの上では慢心やうぬぼれを隠すことはできません。審査員の方々は選手の内面を見るプロフェッショナルです。ですので、これらは今年たくさんの人とつながって成し遂げられたモデルマスターズの成果です。そしてそれは所長の最大の武器です。僕一人の力では絶対にたどり着けなかった。どんなに自分を取り繕ったとしても、所長にそんな器はない、とかっこ悪いことをかっこよく言ってみました。一昨年と去年の日本大会にはなかった所長の武器が今年はあります。この1年を通して磨き上げてきた武器を持って、日本大会という最高峰のステージで所長の思いを解放していきたいと思います。そしてその上で日本一の中年に輝きたいと思います。負けるな中年、楽しめ中年、輝け中年。所長が始めたモデルマスターズの新時代、所長自らが完結させたいと思います。そしてジャパンの文字が入った金のサッシを受け取って、選手たちと最高の写真を撮っていきたいと思います。これで所長の2023年は終わりになります。そしてそれと同時に来シーズンが始まると考えています。所長にとって来シーズンの最初のステージは、2024年に行われる地方大会ではなく、モデルジャパン部門男子総合グランプリ決定戦です。モデル部門の代表としてふさわしい選手かどうかを、審査員の皆様、キャストの皆様、そして選手の皆様に問いかけていきたいと思います。そしてそんな特別なステージでグランプリを獲得することができたら、所長は2024年開幕戦に出場することをここで表明します。正直来シーズンは今年ほど多くの大会に出場することはないでしょう。もしこの動画を見ている選手がいたとしたら、総合グランプリが出場する大会をチャンスと捉えてほしいです。
その開幕戦で所長を任せたら一気に2024年の優勝候補です。これは大きなチャンスだと感じませんか？所長にとっては1年間やっとの思いで獲得したものが早ければ5ヶ月ぐらいで失ってしまうというリスクしかない。考え直したい気もしてきました。ただ所長は偉そうにチャンスを与えるなんていうつもりはありません。そんな気持ちではなく、開幕戦に出場することで身近に感じてもらえたら嬉しいです。そして同じステージに立つことで、言葉を交わすことで何かが得られるような、そんな選手になれるように僕も頑張ります。来シーズンの開幕戦がいつどこで行われるかは分かりませんが、総合グランプリを獲得することができたら日本大会以上のパフォーマンスをするために開幕戦に挑みたいと思います。何度かお伝えしていることですが、所長はこう考えています。大会のサッシュの重みと価値を作り出せるのは僕たち選手の役目です。それは僕たちの権利でもあります。なぜ開幕戦なのか。2022年昨年のモデルマスターズ日本一の選手は中島選手です。中島選手は昨年の開幕埼玉大会でグランプリを獲得し、無傷の4冠を達成しました。地方大会の最終戦では準グランプリという位置でしたが、日本大会では見事グランプリに輝いています。昨年3位だった所長はその姿を、その勇姿を近くで見ることができました。ライバルであり友である中島選手は所長にとってとても影響力のある選手です。その中島選手が開幕グランプリを獲得し、日本グランプリを獲得したことで開幕戦の価値は上がりました。所長が今年開幕戦に出場した理由の一つでもあるんです。そう、所長は日本一の選手から日本一になるための動き方を学びました。開幕戦に価値を見出したんです。そして今年の開幕グランプリである所長が総合グランプリを獲得することができれば、モデルマスターズの開幕戦の価値はどのクラスよりも引き上げることができるんじゃないでしょうか。2年連続で開幕グランプリがその年の日本大会グランプリ、そして総合グランプリに届くことを他の選手に示すことができたら、開幕戦に出場しない理由なんてありませんよね。その地方大会の価値をグッと上げることができるのは、総合グランプリを獲得した選手にしかできない特権でもあると思います。もう一度言います。大会のサッシュの重みと価値を作り出せるのは僕たち選手だけです。この話を聞いて熱い気持ちが芽生えませんか？筋トレ好きの中年ではなく選手ならば、全国のモデルマスターズへお伝えします。日本大会に出場できないからといって悔しがってる暇はありません。来年の日本大会を待つ必要もありません。今すぐ開幕戦を目指し走り出してください。日本大会に出場するどの選手よりも早くスタートすることができます。ワクワクしませんか？そんな価値のある開幕戦を一緒に作り上げてみませんか？これが所長の考えるモデルオールマスターズ開幕戦です。共にやり遂げましょう。だからそのためにこの日本大会、所長を応援してください。その応援はステージの僕の体を支え、僕の心を熱くさせます。これは綺麗事ではなく、本当に力をくれるということを僕は今年実感しているんです。その証拠にここにこれだけの金のサッシュがあるんです。所長を応援することで皆さんにとっての来年も熱く楽しいものになるかもしれません。いや、させます。こんな話をすると、もし負けたら、もし取れなかったらどうするのかって質問が来そうなんですが、日本大会に出場する前から負けた時のことなんて考えていませんので、質問はしないでくださいね。いや、考えてない、考えてない。日本大会最高に熱いステージにしてきます。研究の皆さん、応援よろしくお願いします。もうちょっとだけ僕にパワーをください。研究の皆さん、次の日声枯れても僕は構わないなんて言ったりして。ということで、今回は日本大会への思いをこの動画で皆さんに伝えさせていただきました。最後までご視聴どうもありがとうございます。日本大会までもうちょっと所長も頑張ってこようと思います。所長の熱い気持ちが伝わったよって方は、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。応援の熱いコメントもよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに、パシャ。うわ、めちゃめちゃ熱込めて話しました。この動画皆さんに伝わると嬉しいな。